今接客っていう部分の、まあ、キーワードが出てきたんですけど、はい、その何ですか、仕事をしてる当時から、はい、結構そのあたり気づいてましたか、なんかその接客って大事だなみたいなところ。そうですね、まあ、その時から、うん、その時からですね、それはありましたね。まあ高齢者の方を見れた時もそうなんですけれども、はい、やっぱり目上の方と接する時ってすごく、うん、いろんなところに気をつけなければいけなかったりですとか、あのすごくそこのところで接客に何故気をつけなければいけないかっていうところを感じたのが、やっぱり治療院だとあの私の立場が先生になるんですよ。うん、よくわかりますね。で、まあ、ドクターもそうですけれども、はい、やはり先生と患者という形になるので、うん、ちょっと立場が、うん、上と下っていう言い方はあまりしたくないんですが、少しやっぱり先生先生って頼ってもらえるような、うん、あの立場になると思うんですけれども、はい、それがああいうスポーツクラブですと逆転するわけですね、うん、接客があってのお客様っていう形なの で、うん、でやはりあとはすごく重要だなと思ったのは、体をやはり触るってすごく近いことですよね、うん、すごく近くなるので信頼関係がないと、はい、なかなか本当のことを言ってもらえなかったりですとか、そうですね、体を預けてもらえないので、うん、そこの信頼関係を築くために接客は本当にコミュニケーションすごく大事だなと、はい、なるほど、まあ、私も、まあ、今回で、ね、インタビュー5回目で、まあ、いろんな方に、まあ、業種というか業態としてはいろんな方にインタビューさせてもらったんですけど、あんまりその話の中で、まあ、僕自身はそうこういう質問してないのかもしれないですけど、いわゆるその知識がどうだとか、うん、こういうテクニックがどうだとかっていう話一切ないんですね。やっぱりそういった、まあ、接客ですとかコミュニケーションですとか、やっぱりそういうよりこう人間的な部分の大事さっていうのを皆さんやっぱりおっしゃってまして、それってやっぱり何ですか、大学生、まあ、その前からかもしれないですけど、いろんなこう経験をしていく中でこう培ったものってやっぱりありますか。そうですね、大学、そうですね、やっぱりスポーツの現場というか、スポーツ今はどうなんですかね、やっぱ上下関係がすごく厳しいっていうのはスポーツ界では当たり前、いわゆる体育会系と言われる、そうですね、よくも悪くもだったので、まあ、そこで培われてきたものもすごく大きいですし、そうですね、やっぱり大学の時は1年生から4年生までいるわけですよね。で、人数がやはり多いんですよね、すごく一チームの、まあ、バスケットボールっていう、はい、チームスポーツなので、それで人数が多いっていうのもありますし、まあ、あの上の方と接する機会がすごく多いので、そこをどうまくコミュニケーションを取るにはやはり自分が考えて動かないと取れないので、相手からの待っていると全然距離が縮まらないので、そういった意味でも、まあ、長く大きかったですね。そういう意味ではその仕事してから何かこう身につけるものって、まあ、もちろんたくさんあると思うんですけど、そういった学生時代からできることってたくさん、気づけば、その自分がこう気づけばたくさんあるっていうところですよね。なんかそこをこうもっとこう大事にすると、そうですね、実際に仕事を始めてから大きいアドバンテージになりますね。やっぱりそうですね、まあ、そこは、まあ、他の方、まあ、もちろんインタビューに出られてない方にで活躍されている方に聞いても、やっぱりそういうところは皆さんおっしゃって、はい、いますので、そこはいい、まず一つのヒントにしていただければなと思うんですけれども、まあ、そういったこう、まあ、いわゆる富裕層の方ですとか、まあ、スポーツ選手含めてですね、こう見られてきて、で、まあ、そのあたりこう、まあ、そこをやめられて、で、先ほどの出産という、はい、お話もされたと思うんですけど、まあ、お子さんが生まれるというか、まあ、それを機にこうちょっと退職されたような、そう、生まれて、で、社員だったのをアルバイトという契約形態に変えてもらって、はい、少し勤務はしてたんですけれども、もともとちょっと独立をしたいっていうのがずっとあったので、まあ、円満に辞めれるタイミングかなっていうところも、はい、はい、あって、ちなみにどのあたりからその独立っていうのは考えてました？そうですね、その以前働いていたスポーツクラブで、私の上司だった方々が辞められて、はい、で、私が一番トップにならざるを得なくなったんですけど、ならせていただいて、
ぱり活動していく中で、自分の良しと思えることを 100% 部下に伝えていくことってすごく難しいなっていうのをすごく感じたんですね。で、マニュアル化してしまえばそれまでなんですけれども、やっぱり先ほども田中さんがおっしゃったように人と人とのつながりなので、そこに気持ちがないとやはり相手に分かってしまうというか、で、それを浸透させていくのにちょっと疲れたなっていうのもありましたし、あとはある程度企業という中でずっと業種、そのスポーツマッサージじゃなくて違う企業の中で働いたりもしましたけど、会社という枠組みを取って自分一人で何ができるかなっていうところを試してみたいなというのもあって、その上司、自分が上司っていう立場になって2年ぐらいしてるんですね。はい、その独立してからこう多分する前と後って多分その経験することって全然変わってくると思うんですけど、実際にこう独立されていかがでしたか。どんな、結構こうすぐうまくいったとか、結構この間苦労したとか、なんかそういったものってありますか。独立してからですね。独立してからは、まあ、今ぎゅったりとさせていただいているというのもあるんですけども、やはりそれも前の以前のスポーツクラブで働いた方の紹介で今の職があるんですけれども、まあ、そういった面で人とのつながりをすごくやはり強くなおさら感じて、でその方のおかげで今の自分があるなっていうのも一つありましたし、やっぱりそういう場を学ばせてもらったそのスポーツクラブも感謝してますし、そうですね、恵まれてる方だと私は独立してからも思います。一つはやはり自分がお店を構えていないのでリスクが少ないというのがありますね。お客様が来ない日でも家賃とかね、光熱費を支払わなきゃいけないというリスクが、お店を構えるとあるんですけれども、そこはなしに今していて、自分の身一つで出向っていう形をとっているので、リスクが少ない分、そうですね、そんなに苦労はしてないと思います。はい、人のつながりというところで、で今そのお仕事 の, その形態としては企業に行って、はい、でそこで、その経営者含めて社員の方、はい、そうですね、はい、それはどういったことをご提供されているんですか。そこの会社の福利厚生という形で社員の方を使って、はい、いいということで、私が子供がまだ小さいので少し早めに切り上がらなければいけないというのがありまして、営業時間内、その働いている時間内に、それぞれ予約を取って、社員の方が来ていただいて、私が60分間のマッサージをするという形態なんですけれども、予約は全部秘書課の方で取っていただいて、そうですか、まあ、私がすることは本当にマッサージをしたり、針をしたりっていう治療をさせて、はい、いただいています。もう経営者、そこのトップとのそのつながりっていうところですよね。そうですね。はい、何かそう、これちょっとご自身なりでの答えになると思うんですけど、そういうこうつながりになった秘訣じゃないですけど、なんでそういう流れになったのかって、こう自己分析するにどんなものがあるかとかってあります？こういうつながりを持ってたのはこういうことを考えてたからとか、これがポイントだったんじゃないかなみたいなのって。そうですね、そういう魂胆でつながっていたわけではないんですけど、その方だけに限らず、やはり必ずどんな時でもお声掛けをすることは忘れないようにしてました。その場所に来ていただいて、自分がシフト上そこでちょっとマッサージをその人にすることができなかったとしても、必ず一言お声掛けをするですとか、会話を絶対するっていうことは常々思ってますし、気にかけてるんですよっていうことはすごく伝えたいって思って、で、その方に対するケアのことに関しての申し送りとか、そういったことは、していました。やっぱり本当、ちょっとしたこう気遣いじゃないですけど、
そういう心を思います。まあ、なぜこういう質問をしたかというと、はい、まあ、実際にこう独立をするですとか自分で何かやるときのにどうしたらいいか分かんない、その独立し始めてこう考える方って結構いるかと思うんですけど、意外にその前段階で結構。